ノルウェーのバーで一人で飲んでたら、ドイツ人が話しかけてきた。しばらく話していたら、毒男がノルウェー人の女の子と、その同僚のスウェーデン人の女の子に声をかけてくれて、4人で話してた。夜遅くなったので、女の子2人は先に帰った。その後しばらくして、毒男がまくし立てるように喋った。英語うますぎなので正確にわからなかったが、なんで、さっき場を盛り上げようとしてわざと騒いでたのに、お前は乗ってこないんだよ。と理解した。俺は、は？何？何か悪いことした？だったら謝るけど。毒男、いやいや君が謝るんじゃないよ。さっきは女の子たちを盛り上げようとして、僕はわざとおバカなふりをして騒いだけど、そういうのって、君の国、日本では無礼なことなのかな？だったら謝るけど。俺、そんな謝るだなんて。俺は楽しんだし、むしろ感謝したい気持ちだよ。毒男、よかった。じゃあ、僕たちはもう友達だね。と言って握手してくれた。その瞬間、涙がどうと出てきた。しゃっくりが出るほどに。そんな俺の泣き顔を見て見ぬふりして席を立ち、ちょっと待ってて、ビール持ってくるからと去っていく彼。かっこよすぎだった。